おはようございます。2月2日第223回コロナ禍金魚ラジオになります。昨日一昨日ぐらい多分ね、間違えて僕210何回表記にしてたんで、昨日の夜ちょっと気づいてね、昨日の夜、今日の朝かな、あの編集してタイトルの方は直したんですけど、中の言葉は間違ってる可能性があるんで、まだ聞いてない人いたら、まあ間違ってるんで気にしないでくださいという感じです。まあどうでもいいっちゃどうでもいい話なんですけど、回数とりあえず書いてて、ね、なんかいっぱいになってきて、だんだんわけが分かんなくなってきたっていう感じなんですけど、そんな感じなんで、失礼しましたっていう報告ですね。であと昨日ね、アクアリッツさんの方に伺わせていただいて、あの末玉っていうのは末広と玉サバをかけて取ったらしいんですけど、まあそんなに丸くなくていい体型で、まあ大型すごい良かったですよね。あれ30センチぐらい、多分30センチ超えてるのかな、すごい大きいサイズなんで、それであの小針がしっかりしてね、あの垂れてないっていうのはすごいなと思いました。ただまあやっぱりあのなかなかあれぐらいのレベルは取れないっていう話をちょっと聞いて、まあ、売約になっちゃってるからね、買った人は超ラッキーだと思います。あと白いのがねいたと思うんですけど、あれオスでね、あれも大針なかなかしっかりしてるんで、あの尾の遺伝という意味で考えると種親に使うのはありなんじゃないかなって、ああいうブリストル末広系のやつでね、何かしたいっていう人はああいうのを使ってみるのがありなんじゃないかなっていうのはちょっと思いました。あとそれ以外にもね、あのかなり大きいサイズの炭系だったりキャリコアキン、フナオとかね、あの長物好きの人が喜びそうな魚が、相当残ってたんで、ぜひね、気になる方は見に行ってみるといいと思います。まあ普通に考えて大体の魚があのサラリーマンのお小遣いで買えるぐらいの、1ヶ月のお小遣いで買えるぐらいの値段でいい魚もいたんで、まあちょっとね、あの愛好家名が書いてなかったりするんで、そういうのでね、あの、まあ、豊崎さんといえば多分即売れしてしまうのかもしれないですけど、ただいい魚はいい魚だと思うんで、まあ、豊崎さんの主分金もねまだ残ってたんで、あれすごい値段も買いやすい値段だし、主分金って感じのね、あれ上から見ても段模様になってるし、いい魚だと思いますんで、まあ、好きな方はぜひ、ね、見に行って、ね、ご購入していただければありがたいと思います。僕は何も買わなかったんで、ちょっとねせめて動画でね、あのコロナ禍のチャンネル見て買いに来ましたって人がいっぱいいるとね、動画もっと撮ってよって話になってくると思うんで、そうするとすごいありがたいんで、もしかあの紹介動画見た時、買う時にね、あのココナチャンネルを見ましたって言っていただけると、とってもありがたいかもしれないんで、よろしくお願いします。まあそういうのであの噂が広がるとね、あの今までダメって言われてたお店が実は、あ、じゃあ取っていいよって話になるかもしれないんで、そういう風になったら面白いのかなと思ってしています。あとね、あのちょっと最近あの大阪ランチュのことを直後の話でしたりして、最近載せてないんですけど、まあ一応色はいるんですけどね、ちょっとなんかあの最近崩れてきてしまって、まあ、A 血統と B 血統っていう感じでちょっと濁らして載せますけど、もともといた A 血統の方がね、うん、なんかちょっと尾がねやっぱり歪んできたりとかね、あと色が戻らなかったり、ちょっと寂しい感じなんで、 A 血統の方は今載せないようにして、 B 血統の方はね、まあ、変わらずそのまま成長して、 B 血統の方はね、あの小引きも昨年はちゃんとできて残ったんですよね。ピケットの方はあの残せる魚がいなくて全部あのダメになってしまったんですけど、っていう感じで、まあ、大阪ランチューね、なかなか難しい魚ではあると思うんで、今後ね、あの課題としてはその品評会云々とかじゃなくてね、しっかり継続してちゃんとした遺伝を、ね、する魚を作るっていうのは課題なんじゃないかなと思っています。品評会でね勝つためにね、あのなんかごまかしたりとかする必要は全くなくて、もう今は大阪ランチューっていうね、あの魚をしっかり形づけるとき、つまりまあ津軽錦をね、あの三輪さんってすごい方が復活させたっていうのを考えると、そのすごい時間をかけて作ってる中で、まあ、大阪ランチューね、まあ、品評会だったりなんだりちょっとやったりしてるとは思ったんです。まあ今はもう会がなくなっちゃったんでね、あれなんですけど、順位付けする以前の話にちょっとなんか今いろいろなところで話を聞いてると思うようなことがいっぱいあるんで、
はなかなかね難しいんだなと思うんですけどね。であとはあの知り合いの方がねあの違うところでちょっと買われた魚が結構いい感じで小引きしたらねそれも全部いい感じだよって話だったんで、まあ、ちょっとそっちのねお魚ランチューもね系統として、気になるなというところなんで、まあ、時間があれば直接見に行きたいし、まあ、小引き知り合いの方がね小引きしてくれたんで、まあ、ちょっと大きくなってね出せるのがいるようだったらお願いしてみるのもありなのかなと思ったりしています。まあ、お魚ランチューはねあの地味に続けてってはいるんで、最近全然乗せてないんでね、あれですけど、まあ、ちょっと乗せるにはちょっと寂しいかなっていうような形、まあ、尾が垂れてきたりとか、曲がってきちゃったりとかね、なんかね、難しいですね、本当、っていうのはすごい思います。だから本当、すごい確率の中でね、あの残った魚だけをね、乗せるっていう感じになっちゃってるのかなっていうのもあるんですけど、ただ他の僕ん家にいない系統と B 系統に関しては結構形が遺伝するので、まあ、その辺の選別交配の仕方なんじゃないかなっていうのもちょっと思ったりするんですよね。なんであの大阪ランチュなかなかね、世に出てこないし、出てきてもまあいろんなタイプがいすぎてこれがいいのか悪いのかっていうのが本当にこれが大阪ランチなのかっていうのはもう何が何だかわからない状況になっちゃってると思うので、まあある程度ねしっかりした形とかをねちゃんとできるようにすればいいんでしょうけど、まあ、今現状だとねとっても難しいんじゃないかなと思っています。そう本当に大阪ランチかっこいいんですけどね、かっこいいしかわいいしっていうねいい魚だと思うんですけど、なかなか不遇な魚なんだなっていうふうに思ったりして、これからね、もうちょっといい方向に向かっていければなっていう、ね、池山先生っていうねあの方、僕はお会いしたことないんですけど、やっぱり大阪ランチューで有名な方亡くなってしまってね、まあそこからなんか急転直下でなんかね本番もなくなって関東もあっさりなくなってっていう感じですごい寂しい状況になってしまってるんで、なんかねうまいこといい方向に向かうようなことができたらいいのかなとは思うんですけどね。っていうんでまあまあいろいろ難しいことはあるんだと思うんですけど、まあ、絶やさないようにねちょっとうまいことみんなでやっていく必要性があるんじゃないかなとは思っています。それはあの私利私欲じゃなくてね魚をうまく復活させるっていうねところに持っていかないと、だから品評会で勝つとかっていうのはもうまだ10年20年後の話だと思うんですね。そのレベルの魚だと僕は思いますんで、なんかちょっと、いい情報だったり頑張ってる人がいたら声をかけていただければ僕も何かできたらと思うんで、そんな感じでねちょっと大阪ランチューにちょっとついて話を、ね、聞かれたことが何回かあったんで、一応動画の方でもね、まあやってはいるけど今うまくいってないです僕の方ではっていう感じですね。で、まあ、うまくいかない原因っていうのもなんとなく見えてて、あそういうことねっていうのがここ1年ぐらいでいろいろ見えすぎてしまったっていうのもありますね。なんでまあちょっと今度2022年でまたちょっと違った方向性が見えるといいのかなっていうふうには思ってるんですけど、まあどうなるかちょっとわからないですけど細々とやっていこうとは思っています。という感じで今日はこんな感じで終わりにします。ありがとうございました。